あと1日選挙戦残っていますが、全力を挙げて最後の最後まで戦い抜きたい、このように考えております。私辻恵、今回の大阪9区での立候補、本当に最終的に決めたのは11月の25日の夜中でありました、本当に唐突な戦いに決起したその理由は、11月21日の突然の解散総選挙、このことの意味を本当にとことんとことん考えたときに、新たな政治が大きく局面が展開していくに違いない、この戦いの渦中に自分を身を投じないで、その後の日本の政治過程を変えるという、自らが政治活動を継続するということはやはり意味を持たない、このように考えたからであります。安倍政権が突然に解散総選挙に打って出たのは、今年の7月1日の集団的自衛権の閣議決定の問題もそうでありますけれども、昨年以降原発の再稼働を含め秘密保護法の問題、国家安全保障会議の発足、次々と、そして今年の4月の消費増税、反国民的な施策を積み重ねる中で支持率がどん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 下がって 42.3%、 不支持率がどん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 上がって 37.8%、 安倍政権が唯一国民の皆さんに何がしかのメッセージを出しているとすれば、アベノミクスとわけのわからないことなんですが、これはおそらく植草先生からすでにご説明もあったと思いますけれども、日銀が金融緩和をすることと、あと消費増税で得たそのお金を公共事業に投資をする、そのことだけだから、もう安倍政権に国民の生活をめぐって新たな提案をしていく、そんな能力も全くない。したがって年を超えれば不支持率と支持率は逆転をして、安倍政権は早晩国民から見放され放逐されることになるに違いない、こういうふうに考えたから、この時点で奇襲的な解散総選挙に打って出た、私はそのように思います。これは安倍晋三という個人だけではなくて、そこに安倍政権を通して日本の戦後のこの政治体制を大きく転換させようと、戦後レジームからの脱却と言ってますけども、桜井よし子やあらゆる右翼的なファシスト的なそういう人たちが構想を描いている、裏でストーリーを描いている、それを実現するためには安倍晋三を通してしか実現できない、そこの今の日本の国家をある意味では歴史修正主義と言われている戦前の日本の戦い、日本の敗戦ということを逆にそれを否定して戦前の日本を賛美するような、そういう国家観を持ったそういう連中が安倍を通して戦後の今のどん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 支配の秩序を維持することができなくなった、その局面を大きく転換して勝負に出てきた、これが今回の解散総選挙だと私は思ったわけです。その戦いを本当に自分が肌身を感じる形で身を投じて戦い抜くことの中でしか今後の安倍政権を打倒していく、そういう新たな政治勢力を作り出すことに私自身が具体的な発言をする、そんな資格もなくなるだろう、そういう思いもあって今回選挙闘争に突入したわけです。もちろんありがとうございます。この戦いを開始することができたのは、今回挨拶をしていただきました山下圭輝先生から25日にお電話をいただいたこともあります。そして今日多くの皆さんが来ていただいている竹院長をはじめとした連帯の皆様方、そして今まで私がいろいろお支えいただいてきた方々、そして今日伊藤先生や植草先生はじめ多くの今まで私が交流を深めてきた方々、こういう方々のお支えがあって、それで私が肩を押された、
いうことがあります。森田実先生も今日12時前に JR の茨城駅に来ていただいて、阪急の本通り商店街とか桃太郎とそこで街頭演説をしていただいたんです。だけど私自身が本当に配慮が不足していて、寒い中、本当に長く歩いていただいたゆえに体調を崩されて、本当に皆様方に、森田先生自身メッセージを訴えたいというふうに強く思っておられたわけでありますけども、そういう機会を私が、配慮が足りないために、潰してしまったということで、これは森田先生に対しても、そして今日お集まりの皆さんに対しても、心からお詫びを申し上げたいというふうに思います。今回の総選挙において実は自民党が300議席を超える勢いだという新聞報道がなされています。しかしアベノミクス以外に安倍政権がやっていること、その主要な原発の再稼働と集団的自衛権容認憲法改正のこの2つの問題について、国民の7割は原発再稼働に反対をしています。集団的自衛権についても過半数が反対をしているんです。本来政党政治は政党がこういう政策を掲げて支持してくれということで、それで政党同士が争って、で国民の支持を得られたからその政党政策を実行していく、これが政党政治の原則なんです。だけども今回はまさにマスコミも一体となって、争点はわけのわからないアベノミクスだけだというふうに絞って世論操作をしています。そして円安の株高の数値もこの選挙戦の中で効果があった、アベノミクスに成果があるんだということを一般の皆さんには、訴えるような数値を操作して出している、まさに謀略的に世論を操作している、そういう中で争点、本当の争点を隠しているわけなんです。だから国民の多くが反対している原発再稼働、来年の早々にも鹿児島の仙台原発再稼働して、その後次々と再稼働していく、そして集団的自衛権についてもそれを国内法化する自衛隊法の改正をはじめとして、戦時日本を前提としたそういう権利義務を規定する法案を来年の5月の通常国会に出して通そうとしてるんです。一挙に戦後の日本の体制を転換するという、そういう時にその争点を全て隠して、なんかわからないアベノミクスということだけで、それで勝利を得た、仮にそういうことになれば白紙に委任を得た、どん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 今まで異常に強権的な身勝手な政治を進めていくに違いない、こういうふうな本当にピンチな状況だ。そのことには野党が結局選挙の協力ということで、結局選挙区の候補を積み上げているだけであって、どんなビジョンを国民の皆さんに提示をするのか、どんな日本に今後日本の再生のために変えていくのか、メッセージが何ら発信されていない。だから国民の皆さんからすればこれは何のこっちゃと、あらなんか自民党の方がまだマシとちゃうかというような感じで、争点がぼかされているから、アベノミクスでもしかしたら何かあるかもしれないというようなぼわっとした状況の中で白紙を取ろうとしている、こういうある意味で極めて謀略的なクーデター的な奇襲攻撃が今回の解散総選挙だと私はそのように思っています。なんでじゃあこの後どうなるのか、結局日本の戦後の体制について行き詰まっている、経済も政治も社会も行き詰まっている、これは戦後日本を統治をしてきた自民党自身がそのことを危機感を持って考えていたことなんです。1993年の自民党の分裂もそうですし、98年の橋本龍太郎による行政改革、2001年からの小泉竹中、規制緩和、新自由主義、弱肉強食のそういう路線、これも全て戦後の秩序が行き詰まっている、一億総中流と言われてみんなが幸せになるかもしれない、
経済がどんどん大きく発展していって、その中でみんなが社会を信じることのできた、そんな日本の時代が90年以降なくなったんです。バブルの崩壊以降なくなった。まず経済は500兆円の GDP がずっと長期低迷、これ以上パイも大きくならない、日本の経済が行き詰まってる。そして官僚の一極集中、東京にどん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 集中していくし、政官業の一着と言われる一部の官僚、一部の業界の利権、世界で今 1% 対 99% と言われていますけども、日本のシステムは均衡ある国土の発展でみんなが富を再分配して豊かになれるという理念で成立した制度が機能しなくなっている。 1% の人間がもう 99% のことはもう見捨てて、自分たちが権力を握り、自分たちが金を動かす、そういう傾向にどん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 循環していってる。つまり社会の仕組みも、そして経済のありようも、そして政治のありようも全部行き詰まってる。それについて今の既得権益層から何らかの改革ができないか、このように考えていたのも事実です。先ほど申し上げたような橋本行政改革、小泉改革だって、日本が行き詰まってるから官から民へで、民の活力で日本がよくできるというふうに浅はかに考えていた。その結果日本の市民社会を二極分解して、格差が拡大して、市民社会をズタズタにも切り裂かれている。その中で人々はもう孤立して、それぞれバラバラにされている。そういう状況に対する解決策が既得権益の側にはもう見当たらないということが安倍政権の登場の歴史的意味なんではないか、このように私は思うわけです。したがって通常の手続きを取った改革とかいうことはもう頭の中にないというふうに見ても過言ではないと思うんです。いろいろ知恵を絞って、構造改革だ、規制緩和だ、行政改革だ、なんだらかんだらと言ったけども全部うまくいかない。そこまで日本の社会は壊れてきている。経済、政治、社会全部壊れてきている。だから非常に危険な状況なんです。これを一挙に解決するのは、矛盾を、すべて矛盾がないようにすること、それは民族主義であり、極めてアナクロ的なことになるかもしれませんけども、日本の国家主義と民族主義で全部の民衆のその不満をかっさらうこと、これがやはり行き着く先なんじゃないか。安倍政権をその前に倒さなければそこまで行き着く危険性が非常に大きい。私はそう見なければいけない、そういうふうに現状を認識しています。まさにナチスが1932年の7月の選挙で 40数%を取って第一党になった。その時に何を言ったかというと、ワイマール条約によってワイマール体制で結局領土をフランスに割譲された。そしてユダヤ人が全てを富を握ってる、反ユダヤであり反フランスなり、そういうそれを主導して妥協した社会民主党を徹底的に攻撃をして、その2つで国民をまとめきったというのはやっぱりナチスの最初の手法だったと思います。そしてヒトラーが1933年1月に首相になった後、2月にもう一回総選挙を打って出る、過半数を取るために。その時何をしたのか、国会を炎上させて、これは共産党がやったんだというでっち上げ事件で共産党を非合法化したわけです。そしてその後3月4月に何をやったか、議会の機能を停止したんです。民族と国家を侵犯する、そういう全ての要素を除去するための法律、全権委任法というのを作って、議会が、立法府がその全権、受権法と言ってますけども、ヒトラー政府に勝手に法律に代わるものを作っていいんだよ、議会は全く機能しなくていい、だからあとはもうヒトラー政府の行政府の中だけで全部の権利義務、あらゆることに関することをどん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 進行させていった。
まさにファシズムが完成していく過程であろうと思います。安倍政権がそこまで目的意識を本当に持っているのか必ずしもはっきりしない。しかしこの間の国会審議を見ていると、木で鼻をくくったような、自分が感情的になって相手に感情的にそれを攻撃するような、審議をする気なんか全くないんです。立法府の審議をしてどうするのか議論を積み重ねる、そんな気は全くない。最初から行政府が決めたことを形式的に議会を利用して形だけ取ってるんだ。もうこれは議会主義が空洞化してる。まさに全権委任法の前段階がもう現実してるんだ。このように考えても不思議ではない状況だ。私はこういうふうに思います。だから今何をするのか、このことが私たちに求められている。選挙協力で何か物が済むのか、そうではない。経済と社会と政治が壊れて、人々が分断をされて、格差の拡大の中で、本当に高齢者の方は一人所帯が増えて、孤独死がどんどん増えている。年金も目減りして不安だと。医療や介護、介護保険制度だってもう壊れてるじゃないですか。これは高齢者の世代だけではないと思います。若者だって勤めたくても勤められない。やっと勤務先が見つかったからといって、それは非正規の雇用でしかない。6000万人の働く人々のうちの2000万人以上がもう非正規の雇用になって、どんどんこれ広がってる。なぜかというと、景気の調整弁に企業が非正規に置いておきたいからなんです。すべてやはりこの企業の利益のために、この国のいろんな制度が変えられている。そのことは、あらゆる面に、それは全部及んでいるというふうに思わざるを得ない。女性の地方創出と女性を大切にする、女性を尊重するんだということをこの臨時国会で言っていた。地域創設って最終的に形だけの法案は作ったけども、女性を尊重するんだったら、子育ての支援を社会が手を差し伸べるべきだ。介護に本当に家族の中だけで、自助努力で全部解決せよということで、政治が突き放している、そんな状況を変えるべきなんです。そんな中で人々は本当に孤立化させられている。本当に自分のことで精一杯。しかしその自分のことすら実現できない。どうしていいのか分からない。途方に暮れる。未来に対する展望がない。そういう精神状況にどん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 追い込まれていってる。これはある意味、権力者側からすれば、すべてをある特定の敵を定めて、ヘイトスピーチなんかそれの端緒だと私は思います。こいつらが悪いんだから、君たちは幸せになれてないんだということで全部かっさらわれてしまう危険性だって十分にある状況が今あるわけです。だから、今なすべきなのは、地域でそういう人々の対立を超える協同組合運動やボランティアの NPO 活動を通して地域のつながりをしっかりと確保していく、そこにこの社会をもう一回組み立てる、その力の源源泉をやっぱり見て作り出していくことだろう、このように思います。それにしっかりと政治が関与しなければいけない。シロアリの問題が出たかもしれませんけども、政権交代でシロアリ退治で官僚政治を変えるんだといったその張本人がシロアリに食われて、今やシロアリと一緒に仲良く住んでるような状態なんです。こんな馬鹿げた政党政治に対する政権交代に対する失望絶望が蔓延しているわけです。そういう政治がなんで存在しうるのか、それは議員だけの、国会議員なり地方議員の、そういう議員だけの閉じられた政党の中で議員が選ばれたりしてるからです。そうではない、社会運動の中で現場でそういう人々との関わりを強め、社会的な力を作り出そうとしている、そういう協同組合運動やそういう様々な運動と連携した、それを裏切れないようなそういう基礎を置いた政党を作って、それと連携して新しい政治を立て直していくしかない。
私はそのように考えています。まだまだ具体的にビジョンを皆様方にご提示申し上げることが できない段階であるというのは非常に自分自身深い思いです。ただ2012年の12月に落選した後2年間いろんな皆さんといろいろ話をさせていただき、そして解散総選挙はおそらく来年の6月7月ではないかと、それまでに新しい政治勢力をなんとか作りたい、そういう議席を配分し合うだけのようなものではなくって、この国を根本から立て直す理念とビジョンを持ったそういう確固とした政治家がきちっといる、全国に私は知るだけでも仲間はいます。10種を超える仲間がいるんです。そういう仲間を含めて新しいしっかりとした政治的枠組みを作って、そこを起点に大きく広げていきたい、こういうふうに思って私なりにいろいろ活動してきた。だけども12月に奇襲的にこんな解散総選挙になってどうするんだということで、先ほど申し上げたようなギリギリの私自身は決断をして立候補させていただいています。これからが勝負なんです。この12月の戦い、確かに大きく全体で負けてしまう状況にあるだろう。私自身の戦いも突然の立候補、地域の皆さんからなんで今頃突然なんだということを声をかけられます。回っていて、だけども出てくれてよかったという声も少なからずあるのも事実なんです。まだまだこの地域で信頼関係を築けていないから、そう簡単に物事を言うことはできませんけども、しかし新しいそういうつながりをしっかり作っていくために、私自身徹底的に覚悟を決めて本当に切実感を持って戦っていきたい、このように考えています。2016年の7月の参議院選挙があります。私が思うには安倍政権の支持率は今回仮に大勝したとしても、皆さんに対する直接響くような新しいメッセージを出すことは能力は解決能力もないわけです。だからそんなに大きく上がらないだろう。せいぜい 50% よく言って半ばぐらい、その後墓穴を張ってどん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 減っていくだろう、こういうふうに思います。だから次の衆議院選挙も私はそう遠くない時期にあり得る。そこで勝たなければダメ。今回負けたとしてもね、しょうがない。それはもう政治のリアリティをやっぱりリアルに語るしかないと私は思います。もう正直に現実を見つめるところからもう一回組み立てて立ち上げていくしか本当の力は出てこない、そう思います。そういう意味で来年中に新しい政治の枠組みをきちっと作り出して、それは政党要件で 2% がなければダメだ、5人揃わないとダメだ、そういうようなことがあります。だけども必ず来年の5月の通常国会の自衛隊法等のその改正手続きをめぐって野党は割れる、現実に分解するかどうか分かりませんけども、どちらの立場を立つんだと、どうするんだ、中途半端で曖昧でもうごまかして議員として生きるっていうことはありえない状況に私は煮詰まってるというふうに思うんですね。だからそういう人たちをしっかりと一緒に参加できるような受け皿をちゃんと作って新しい政党を作ることの現実性は私はあると思う。それを作らないと2016年の参議院選挙前後して私は衆議院選挙があると思います。そこの戦いに負けたら本当に本当に最後のまずい状態になる。そういう意味で本当に決死の覚悟でこの1年半2年を戦い抜かなければいけない、そういうふうに私自身思っています。今日植草先生と私、あと政治学者、永続敗戦論を書かれた37歳の気鋭の政治学者の白井聡さん、それから森田実先生の4人で東京で徹底討論、現在の政治をどう変えるのか、そういうシンポジウムをやったときに、安倍政権を打倒する国民会議を作ったらどうか、植草先生から問題提起があって、みんながそうだ、それをやろうということを確認して、それを正式に
12月2日の選挙の公示日に発足をさせました。その国民会議、ストップ安倍政権を実現する国民会議の声明を今日記者会見で発表しました。商業的なマスコミは全部来なかっただけどもそれが現状です。私たちの仲間のところからあらゆることを新たに築き上げて作り出していく、もう中途半端ないい加減な言葉だけのことではこの攻撃を打ち返して本物を作ることはできない、私はそう思います。だから今日国民会議は消費税の増税反対、そして原発再稼働反対、そして集団的自衛権容認反対の少なくともこの3つのテーマでしっかりと共通する候補を応援しようと、それを声明として発しました。そしてこの総選挙の戦いの後にそのテーマを中心に共同し合える国民会議をどんどん広げていこう、発起人を広げ、賛同者を広げ、そして網の目のように全国に広げていこう、これは危惧壮大な話かもしれない、しかしそこまでやる気でならないと敵の総力を挙げた攻撃に勝ちきれないというふうに思います。そういう意味でこの国民会議を中心にいろんな人たちの共同戦線を作る、私はこれ未来と平和という、キャッチフレーズをつけておりますけども、やっぱり国民の暮らしを守る、それは未来に対して頑張ればいいことがあるんだっていう、そういう未来を信じることができるということがやっぱり重要だと思います。そしてその前提は戦争国家にさせない、平和を実現するということが条件になって未来が実現するんだ、未来と平和、私はそれを大きなメッセージとして、そして具体的な課題で結びつけるあらゆる立場の人々、政治家だけではない、それは戦う市民の方や労働者の方やいろんな消費者運動の方々やいろんな立場の方々がやっぱり合流するできるような、そういう国民会議を受け皿にしながら、やっぱり最終的には政治的な姿をとって選挙戦で勝てるような体制を取らないとやっぱりダメなんです。そこまでをちゃんと見通した戦略を持った戦いをこの総選挙を起点に私は自ら開始していきたい、このように強く決意をいたしております。どうか皆さん、多くの仲間がいます。関西でも大阪八区の服部良一さん、兵庫、失礼、京都一区の平智之さん、奈良二区の中村哲司さん、同じ問題意識を持って交流を深めている、そういう塊をどんどん作って広げていく、今回通るか通らないか関わりなく全国政治をちゃんと視野に入れて、そこで自らが叱るべく役割を果たそうという決意をしている人間を集めていくことが重要だ、そのことが力になるんだと思っています。どうか皆さん、今回の戦い、私自身自ら本当に決断をしてここの場に立たせていただいている、その意味を自分自身本当に人生をかけてここにいるんだという思いを改めて私自身が皆さんにお訴えして、共に戦うことを呼びかけたい、そのことでこの選挙闘争何としても先に前進する、その勝利を確保する、そのための戦いとして皆さんと共に確認し合いたい。